どうも、ゆうざです。それでは2を2やっていきたいと思います。前回の続きですね。その前にどうしようかな。この音かもしれないし、このままちょっといきますか。スルーやったね。ここ登って、上がってこっちか。こっち痛いな、今のは危ねえな。あいつやられないのか。はあ、あ、もう一回戻って上に行こうかな。でぐるっと回って、戻ってくる感じか。向こうに行くか手前に行くかって感じか。じゃあこっち行って、この先だね。でも意外と小玉の反応が少ないんだよね。あっちはガキがいただけだよね。小玉の反応は特になしか。よし、次行こう。あ、やっぱ起きるよね。やっぱこいつらも復活するのか。意外とやべえな、その動き。あれ、相手はめんどくさいね。よしよし、一人ならね、そんなに気にしなくていいんだけど、やっぱ2人ってなると動きが辛くなってくるね。オープン、こっちは中で音はするけどね。そしてまた地下か。これはこれでちょっと進むとなんかありそうな気はするね。はあはあ、はあはあ、また上に行ける感じか。あー、マジか。痛い、なんだそりゃ。いや、雑魚キャラで出てくるってこと、こいつも。
やべえな、その動き。いやあ、強すぎねえか。強えな。よし、もう一回。妖怪もあやかしか火食らうんだね。いやー、もう一気に行かないとダメだね、こいつはね。強すぎ。マジで。ちょちょちょ、こっちこっち。違ったなか。あ、これでやつはもう出ないからいいとして、よし、下から回ってとりあえず痛いね、忘れた。そうだよ、上から来るのがね、ちょっと、あー、また落ちた。これ上から来るのが大変だよね。何気にこれがね、助かるのよね。なんかいるね。捨てたものが別の犬に変わっておる。不思議なこともあるもんだ。おー、ってことは、いらないものを捨ててみるか。ロックハズ。で、これを足元に落とす。まあ、使っててもねっていう感じだからね。何に変わるか。使わない武器。チミ。戦魂。この武器は妖怪武器です。へえ。妖属性を持つ敵を大きくするために。へえ。あやかし年月、幼年か。まあそういうレアものもあるってことだね。まあ使ってなかったし。なんでここでやられてる。15、追い詰められたって感じか。状態だかね。やべえな。いや、起きてくれれば。あ、危な。
あぶねえぞ。てかめっちゃこいつ厄介なもん投げてくるようになってきたね。いや意外と外してしまった。で上に登り、はい、終わり。ああそこ抜けていく感じか。どうしよっかな。それだったら普通に降りてしまった。そこいるんだよな、めちゃくちゃいるんだよな。おお、なでよ。やべえことだったな。逃げろ逃げろ逃げろ。ああなるとねー、ちょっと厄介なのよねあいつは。三体はやっぱ厄介だね。ちゃんはいないね。やっぱ上通っていく方が良さそうな気もするね。怪しいの鎧ゲット、いないね。お、これでショートカットができる。発射か。声がするなと思ったら、上にもう一回行こう。そっちの家上が行けるのかちょっと気になってね。ただ特に侵入できるようなところとかアイテムは落ちてないから大丈夫だと思うんだけど、この辺りだったよね。まあちょっとね、火ダメージ受けることになるけど、物は試しやね。で、こっち抜けて、上行って、これちなみにまっすぐはいけないよね。だよね、抜けれないもんね。
何もなし。いやー無駄に食らっただけか。まあ確かめておいただけラッキーとしてはきますかね。あの上どうやって行くんだろうね。裏は回れない、ぐるって回る感じか。んじゃ回復して上戻ってきてという感じにしよっかな。さあ、おがう。玉城ね。まあ、特につけなくていいかな。さあ、ほうの。ソファやね。ちょっと面白そうだから残しとこう。木兵と薬師が3体か。敵じゃないの。なんかいたな。いやーでこっち抜けるとまたか。意外と手に入るもんだね。会話してる。さあもうちょいこっち来い。いやー小玉が出ねえなーって思ってたんだよね。さあ、OK。ちなみにこれって。なんか確認できる方法とかあんのかな。こだまの数ね。まだ、ただミッション全部集まったって出てないから、まだなんだろうけど。楽しなぁ。いやーおお2回。なんだその2回目の動きは。こっちはいたねえ。はい、ポリ。矢が欲しい矢が。なんかいるね。よし。え？もういる。結構弓大事だね。全然あの違う。浪人面具体力上がるが気力がいいね。
ああ、浪人、ただなんか3つ装備してっていうのはないんだね。鬼神図か。ああ、そんなもんか。じゃあ、ぐーって回ろう。こっち行くしかなさそうだね。神聖なタタラ場に汚れが恐ろしやたたりがあるぞ。たたりか。霊石。音がするっちゃ音はするんだけどさ。音がね、周りから聞こえるんだけど、あ、上だよね。いや、多分これ開けれるんだけど、いや、上からか。なっていくわけだね。17。鍵が閉まってる。あー、ここボスっぽいね。おー、あっちには行けるようになると、あー、かわさないといけない感じだね。やべ、一発でいいんだよな。が地味に鬼の角、いやー強いよ。ここではもう出てこないから安心はできるんだけどね。回復しとくか、念のため。で、ここ上がるのは間違いないんだろうけど、19。あんまり強い擬人図が見なくなったね。レベル40とか最初見たっきりここ入ってね。
た君か。この場所自体がね、マジで。いや、だいぶ弓使ったな。あら、当たらなかったしか。降りれるけど、降りれるけど、けどだよ。いやー、なんか音がするっちゃするんだけどね。まだいる。マジか。ここ擬人塚使ってちょうどいいぐらいじゃない？ 27 とかなんだよね。そんな高くない。マジか、そこで出てきちゃうか。前にちょっと蹴っておこう。ほい。で、いたね。で、こっちにもいるわけか。
ばいやばいやばい。いや、回復まあ、ある意味いい場所にあったね。いやー大変。5はいいからブーを上げて、そう重要なんだよな。ちょっと助太刀呼ぶか。もうね、ここら辺なんかいけそうな感じだろうね。もやもやってしてるからね。こっちは相変わらずいけない。で、登って、またいんのか。そういうこと。はあ、それはそれでちょっと厄介だね。もう普通に雑魚として出てくるような感じになったか。けるのね。追っかけてきたな。まあ、倒してくれるだろう。で、そう、合わせていきたかっただけ。ああ、はいはい。ぐるって回って。っていう感じね。乗って、こっち行ってだけど、行けてる。あー、でそこ通っていける。やっぱ戻ってか。それはそれでちょっと困ったもんだね。違うか、無理か。
開けれない。あー、そういうこと。ここ登って本当はぐるってどっか回れるんだろうけどね。で、下がさ、確実にさ、だよね、ぼやみ。そうだよね。そっか、ぐるーっと回って。
水はなんだかんだ使った感じか。さあ、やばいね。何言ってるかは分からない状態だね。さあ、ミッション終了。ここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。うん、さあ、謎の人物出てきたね。というわけで
こいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え、とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと。さあ、何はともありクリアですね。あれは女優さんの春さんか。最近見ないなと思ってたらモデリングかになったんだね。あの女侍でもなさそうだし、一体何者だろうと。仲間にできればかなり頼りです。確かになんか持ってたんだよね、あやかしはね。草の種がはぎって今次も頼んだぞ秀の字。3つか。どんな動き？ああ。一本だったらはドン。地域。緊急回避に使えるっちゃ使えるのよね。武の道、書道。ああ。はいはいはい。これ次だけど、これもあれだね、サブだね。修行場で、ああ、これで解放されるのか。ガジアも出たね。掘り出しの継承戻る。ああ。丹蔵。あ、これで、ソハヤシリーズが作れるってことだね。わー、乱数があるね。騙し合わせ。そうだね、この辺りはまだ確認してないからあれなんだけど、買うといっても、そんなに強いものはないと。形写しは、ああ、見た目ね。書き直し。分解。ああ、かけらが手に入るってことか。このあたり、なんか後でガンガン手に入りそうだから、全部売った方が良さそうな気もするね。そう、刀スキル。あ、このあたり、やっぱ部か。この辺りだったんだね。何に使うのかなと思ってたけど。まあこんなもんか。じゃあ今回ここまでしようかね。まあ結構一つ一つが長いから大変だけどね。また次回お楽しみにしていただければと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあまたな。